プレゼント企画やってます。どうも、ガワズルです。はい、ということで本日もこちらゴッタスゲーム実況プレイの方をやっていきたいと思います。さあ、ということで神様になってね、村作りをしていくこちら、ゴッタスなんですけれども、新世界に、入ってきました。こちらね、箱舟に乗ってまた新たな土地で、一からのスタートと、言ったところでね、今やっているんですけれども、信仰心がとにかく足りないと多分信仰心だけじゃなくて、他のね、資源とかもどんどん足りなくなっていくんじゃないかなと、予想ができるんですけれども、まあ、ぼちぼちね、やっていこうかなと思います。ちょっと信仰心集めていこう。で、やっぱちっちゃい、こう、家を作ると、どうしても信仰心不足になりやすいというか、土地がね、結構もったいなくなっちゃうので、こういうちっちゃい村は、ちっちゃい家はね、建てないようにしていきます。なるべく。これだと、最大収集40しかね、信仰心ゲットできないのに対して、一番大きい私が今作れるやつだと、375貯めることができるので、まあ、約10倍ぐらいかな、ログインしてなくて1日寝かした時に、10倍ぐらい、信仰心が溜まりやすいので、まあ、そういったところもね、うまく、土地も有効活用していきたいなと思います。さあ、ということで、ここのかかり火灯していきましょうか。どこまで新しくなるんだろう。そこ宝箱がね、めっちゃ広がってるんですよね。あ、ここがあれかな、ウェイワールドでは畑は緑地帯、緑地帯かな、緑地帯にしか作れません。緑地帯は非常に少ないので、よく探しましょう。あ、なるほどね。見た目が確かに緑地帯は違うかも。この緑地帯っていうところをうまく探して、ここで農業しろってことか。ここで小麦作らないと、後々やばそうですね。ここの成長はちゃんとやっとこう。で、畑も、適当に作るんじゃなくて、ある程度ね、大きい畑を作っていかないと、ちっちゃい畑ばっか作っていっても、資源不足になると。言ったところで、宝箱の数がすごいな。めっちゃ宝箱置いてある。これ全部宝箱もらおう。宝箱もらいつつ、あ、小麦いただきましょうか。ありがとうございます。小麦も最初に持ってきた小麦からね、どんどん減る一方なんで、ここでちゃんと、農業をたしなまないと、たしなむっていうか、農業をちゃんとやっていかないと、すぐなくなっちゃいますよね。さあ、ここはがっつり宝箱をいただきつつ、ここの岩も整地して、どうしようかな。どうやって作っていこう。ここの緑の丸に入ってるところが、おそらくあれだよね。畑になれる場所ですよね。ちょっととりあえずここ整地してしまいましょうか。整地しちゃって、信仰心足りるかな？よいしょ。今日ここで畑作っていきたいな。なるべく広い、土地にどんどん畑を作っていった方が、畑もね、大きい方が小麦が取れやすいので、数とどっちを優先するかは難しいんですけどね。数優先した方がもちろんいい時ももちろんあって、そこら辺もちょっといろいろやりつつなんですけれども、まあ、おそらく大きい方が、ね、効率は絶対いいはず。さあ、ここら辺ね、ちょっと岩もどかしつつ、新世界っていうのがまたちょっと BGM を違ってね、面白いですよね、こういった。珍しくないですか？新世界でまた一から、やり直すっていうのを。おそらくこのステージが、まあ、最終ステージっていうか、こっからまた新ステージが出てくるってことはないとは思うんですけど、さあ、こんな感じで、広くなるべく取って、オッケーかな。緑地帯こんな感じでしょうか。ちょっと緑地、ああ、すごい。円形になってるんだ、ちゃんと。ここの緑地帯は、もう完全に畑にするつもりで、私も広げていきたいと思います。こんな感じかな。ああ、信仰心が足りねえ。出た。出たよ、信仰心。信仰心すぐ足りなくなるんだよな。ここら辺の岩をちょっと整地して。あ、で、右にあれですね。新たなかがり火が設置されてある。だから、かがり火をちょっとやっていきつつ、あ、新しい技術、解放できないかな。ちょっと待ってね。やりたいことが大量にありすぎる。とりあえず石を全部どけて、ここら辺の宝箱も取りつつ、ここにも宝箱あるかな。あった。宝箱取るのもね、信仰心使いますからね。こう土地を削るのに。石が結構多いし、石をちゃんとどかして、しっかり信仰心を集めつつ、よし。OK かな。緑のところは全部開けましたかね。ここら辺が。あともうちょい。ここの山をちょっとどかせないですね。今日の信仰心だと。厳しいかな。ここもちゃんと整地しとかないと、畑が狭くなっちゃいますよね。これどうしよう。工作者の村を下に作って、それで派遣していくスタイルがいいのかな。どうやっていくのがいいんだろう。緑のところは全部畑にした方がいいですよね。おそらく家じゃなくて。だから、ちょっと待ってね。あー、信仰心が足りない、やっぱ。
信仰心が足りなくなったんで、とりあえずこっちを開放していきたいと思います。開拓地の建設、これ開拓地ならではの、建設があるみたいで、どんな感じなんだろう。信者の建築に関する知識が向上する。開拓地ならではの全く新しい住居が姿を現すという感じで、多分土地を有効活用した、ね、家が作れるようになるんだと思います。さあステッカーもフルで使って 95% いった。さあこれでどうなるんだろう。開拓地の建築、さあこれで新たな住居が建てれるようになりましたかね。ただ、今ちょっと何もできないのでごめんなさい。ちょっと待って、少しでも石を削って、あそこの整地だけ今日終わらせたい。でできれば畑の、集合住宅作りたいですね。ちっちゃい家もたくさん作っちゃったんで、なるべくちっちゃい家をもうなくすような形で、OK、信仰心ゲットして、石がね、石っていうか岩がね、信仰心よりたくさん取れるんで、岩全部どけたいと思います。OK。さあ、こんな感じかな。宝箱マークがあると取っちゃいたくなるよね。あと300か、ここいけるかな。ここギリギリまで広げときたいですね。いやー、信仰心足りねえ。全然信仰心が足りないんだな。木を全部。木だとね、プラス1なんですよね、信仰心が。すごい地道。石がいいですね、やっぱ。石だとプラス35とかされるんで。こっちにも見て、こっちにもかがり火が埋まってる。やば、そしてアスタリがいる。やばいな。どう広げていくか、ちょっと作戦立てないと、この山はすごいな。隕石落とすしかないかな、一旦。あ、こっちにも採掘者のあれがある。なるほどね。採掘者をうまくこっちで作って、で、あっちで畑を作ってっていう感じで、この土地の中でしか、採掘とか、あとあれができないのかな。タップで行き先が。あ、行き先これ、こいつもちょっと。行き先解除で。OK。で、いいんです。これはいいんです。あ、ここにも宝箱あるな。次のかがり火、目指すべきかがり火が、おそらくここの、海の中の、島みたいな、島じゃないけど、ここのかがり火と、あと左に浮いてあるこっちのかがり火かな。この二つを、かがり火として、ちょっと目指しながら、多分畑を作ったり、まあ、いろいろ作ったりっていうところが次のミッションになってくるかなと思います。ただ、信仰心が今ちょっとないんで、とりあえず信仰心を貯めてから、ここの畑の整地かな。これが次のミッションだと思うので、こちらをね、次の動画でまた、やっていければなと思います。向こうの信仰心とか持ってこれないのがまた、ハードモードですよね。向こうの信仰心とかだってもう、すでにカンストしつつあって、いくらでも使えるっていう状況だったんですけれども、ここでまた一からのね、険しい世界での、この建築っていうのがまた面白いですよね。ちょっと待ってよ、全然信仰心足りねえな。岩があればいいんだけど、岩ないな。岩っぽい土地はあるんだけど、岩が全然ないですね。これ岩かな？違うな。木を地道に切ってあれするしかないかな。畑をとりあえず25作れって言われてるんだけど、数よりもとりあえず大きさを重視して、なるべく小麦不足にならない、小麦不足で困らないように整地していきたいと思います。 OK、 岩がある。78か。ちょっと夜になりました。あ、こっちに岩たくさんある。あ、でもここまだ開放してないのか。難しいですね。あれだよね、ここの緑の土地って本当にもう最初に決まってるこの土地しかないんだよね。よし、とりあえずじゃあ、さっきも言ったように、ここのふもとに、建造物作ろうかな。畑を植える工作者の建造物を作って、で、この上にね、ルートを作って、この畑ゾーンをね、作っていきたいなと思っております。だから、信仰心が溜まったら、とりあえず、それをやって、まあ、次の動画を迎えるみたいな、形になりますかね。あとちょいちょい、新しいね、この多分、かがり火工事するのに、石がまた必要ですね。石が200と、こっちのかがり火も多分石が必要だったりすると思うので、まあ、とりあえず、先手の目標としては、かがり火を目指しながら、土地を整理しつつ、畑と、そしてこっちには鉱山かな、鉱山を、まあ、作っていくぜと、言ったところで頑張っていけたらなと思います。多分鉱山はね、
こっちから作った方がいいと思うんですよね。下に麓にちゃんと村を作って、その麓の村から登っていけるルートを作ってあげた方がおそらくいいんじゃないかなと、思います。わかんないけどね。ちょっとここら辺もやりながら、ね、いろいろコツをつかんでいきましょう。麓に、工作者を作って登っていって仕事させるみたいな、そんな感じでお送りしようかな。どうしようかな、難しいな。それかもう上に作っちゃった方が、あの工作者が登ったり降りたりしなくていいから、楽は楽かもしれないけどね、まあ、そこら辺ちょっとどっちがいいか、悩みながらやっていきたいなと思います。まあ、悩みながらプレイするのもね、このゴッタスの面白いところだと思うので、まあ、最高率じゃないかもしれませんが、お付き合いくださいということで、じゃあ本日の、ゴッタス実況は新世界でね、緑の土地を見つけたというパートでございました。また、新世界新たな要素がいろいろ出てくるかもしれませんので、そこら辺うまくね、乗り切りながら、ね、また村を大きくしていきたいなと思います。あるよあるよともう住民があの300人だったのが379人になってますからね、これからも頑張っていきたいと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。